清子と申します。京都市文化財保護課の鈴木と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私の専門は京都市内にある埋蔵文化財、いわゆる遺跡ですね、の保護およびまあ行政の指導といったような内容をさせていただいております。ここにあるもほぼ全てと言っていいほど基本的には土の中から出てきたものばかりですので、はい、それが今きれいになって皆様に見ていただけるような状態で展示させていただいているという形になります。今この前に立ってんですけど、これは何ですか？そうですね、今これにあるのがシビと言われるものでして、シビ、はい、この建物の屋根の胸の端側に吹くもの、 あれがシビ、はい、シビというもので、それの破片、まあ、こういった形で破片のものをつなぎ合わせ、それがかつてどのように使われていたのか、そしてどういう意味があったのかっていうのを明らかにしていくっていうのが我々のお仕事の、こちらのシビに、ある、まあ、空想の生物ですけども彫刻されているかと思うんですが、はい、これが一体何かお分かりになりますか？ほう、正解です。あ、正解しちゃったこの、建物、武楽殿っていう建物なんですけども、はい、平安宮、今でいう天皇がお住まいになられているところの、まあ、横付近に作られた外国の使節団をおもてなしする場所プラス、うんうんうん、お正月とかの天皇にご挨拶に来る貴族たちを、まあ、もてなすというか、まあ、まさに中心的な建物、天皇が、御すところ、そういったところの建物の屋根には今おっしゃっていただいたような随章である、鳳凰が、レリーフされたシビがわざわざ吹かれている。はい、まあ、物は物ですよね、はい、でもそこに歴史があって、はい、ストーリーがあって、はい、それどうやって見たかとか思うと、はい、どん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 深まって、はい、どん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 面白くなっていくっていう、はい、その通りですね。我々はそれのちょっと手助けというか、はい、をさせていただいておって、で、まあ、こういった高校資料館で、市民の皆様に、うん、そういうのを見ていただいて同じようなことを感じていただければというふうな、まあ、仕事をさせていただいているということです。でもなんか、まあ、そういう仕事ですみたいに言ってはるけど、要するに好きなんでしょう？そうですね。どちらの生まれですか？私は滋賀県大津市の生まれです。お子さんの時はどんな感じで？そうですね、実は私の父親が、ここの京都市埋蔵文化財研究所というところに勤めておりまして、はい、なので、まあ、ちっちゃい頃からこういった考古遺物までとは言いませんが、歴史にすごい近い環境で育っておりました。小さい頃はそのなんで考古学っていうか、こういうものに興味を？そうですね、その小さい頃、本当に例えば小学生とか中学生とかっていうのはこういうのに特に興味があったわけでは正直はないんです、うんうん、でも生活の中にもうすでに当たり前のようにそういった歴史的なものが学べる環境があったって言った方が多分正しいんだと思います。歴史の授業とか受けていても、要はもう知ってるような知識を先生が言ってくれるようなイメージだったんですね。それも俺知ってるみたいな家にかけらあるし、ね、そうです。なのでだから歴史のところに勉強した記憶っていうのが正直高校とか大学受験ないんですよね。先生も日本史は勉強しらず、はい、いらず、はいはい、うん、まあ、僕の大学の先生から言われたのは刷り込み教育がすでに出来上がっていて、うん、でそれが花咲いたのはちょうど高校から大学に上がるときに、自分が何を将来していくんだってなった時に、うん、多分 DNA とか遺伝的なものがこれをやりなさいみたいなことになってまあ2代目だよね。まあその時は天狗になったらできるんだなっていうのがあれば、この道進んでもやっていけんちゃうかなと思って、はい、で父親に大学を選択するにあたってこういう仕事をしたいと、まあ、要は父親と同じような仕事をしたいと、だからどうしたらいいんだっていう相談をしました。そしてやるなら、そしたら
この先生のいわゆるこの大学のこの先生、その先生は何の専門ですか？はい、その先生がこのまさに河原の専門の先生でして、うちの父親の先生でもあるんですね。あ、親子二代で同じ師匠なんですか？はい、わあすごいですね。で、3回生になるとそろそろいわゆる卒論を睨まなきゃいけない時期になってきますよね、はい、うん、でその時に先生が、じゃあ君は何で卒論を書くんだね。ね、ちょうど僕が、大学の3回生の時に、うん、今目の前に置いてある瓦があるんですけども、これは瓦のかけらですね。かけらですね、まさにかけら。これでも京都市の指定文化財なので、とても、そうなんですか、はい、重要なものなんですけども。あらら、ごめんね。で、僕ら今発掘やらせていただいててもそうなんですが、発掘をしてしまってはい終わりではなくて、これを報告書をまとめる必要があるんですよね。そうでしょうね。ここまでが、はい、うん、我々のお仕事になりますので、はいはい、でどうしても、昨今、この時代からそうですけど、人手不足みたいなところのと、あとは学生を育てなきゃいけない、うん、要は後継者を育てなきゃいけないんだろうかっていう業界の機運みたいなのがあって、うん、はい、ちょうど僕の先生が河原の先生だったというところと、うん、そういう関係でこれを整理しませんかっていうお話が舞い込んできたんです、修行がてら行ってきなさいっていうような形で行かせていただいて、うん、でそれでこれを整理したら河原ってこんなに面白いんだっていうことに気がついたんです。この河原を研究していけばそんなとこまで分かるんだ、これで。よく授業で僕の先生が言うんですけど、河原はダイヤモンドなんだと、ダイヤモンドの原石なんだと、この原石を磨けばいろんなことが分かるんだって僕に教えてくださったらなるほどそういうことかっていうのを気づいて、でこれを勉強しようと思ってどっぷり使っていったという。先生またダイヤモンドだともうどんどんハマっていくのは分かるんですが、はい、じゃあそっからそれを仕事にするっていうのがまたもう一つ、はい、正直難しい、はい、平安時代の中心である京都で、可能であれば働きたいなというふうにはもちろん思っていました。なんとか縁をいただいて京都市文化財保護課に入らせていただいた。すごいよかった。やっぱ社会人になってからそのなんかこう研究の成果みたいなのをやっぱまとめたいっていうか、そういうこう欲求も出てくるんちゃうかなって、はい、そうですね。僕らのいわゆる業界というかは、研究大学での研究会っていうのが、月1回とか年に1回とか大きなタイプがあって、でそこで普段仕事をしているのをプラスアルファした自分の考えを発表する場っていうのは設けられる、ね、河原の学会ってあるんです。ありますね。じゃあもうずっと好き、もう河原が好き、はい、ずっと好き何か一つにまとめましょう。そしたらやっぱりそうですね。なので私の最終目標、師匠の先生が河原っていう概説書を書きになられて、河原ってもうズバリですね、はいはい、で、もちろんそれを超えるものを作りたいのがもちろん最終目標でして、飛鳥から最近に今も現役でやってるような河原までを網羅的にまとめた河原の概説書を最終目標としては書いて、みんなに河原の素晴らしさをお伝えできればなというふうに思ってます。新河原みたいなとかそう、最近俳優の映画みたいなんですよね。カタカナでシーンって書いて、そうそうそういろいろお話を聞いてて、私もそのすごい魅力的だなと思うんですが、やっぱり今はどっちかっていうと、減ってることは、そうですね、おっしゃる通り基本的には、阪神淡路大震災以降河原ってやっぱ持ってもらったら分かる通り重たいものなので、でも今の住宅としては軽量化を目指していて、はい、耐震ですね、免震っていうのに、うん、シフトしていく。でも決して悪い面だけではなくて、もちろんその先、今の住宅にはもちろん合わないかもしれないけども、どんどん改良もされてますし、軽くなってますし、試行錯誤されながら、今に合った瓦をやっぱり作ってくださってますので、瓦は瓦で絶対いい面がいっぱいあるんですよね、でそれを一般解説の方で専門ご説明できれば、そういった瓦のネガティブな面が少し消えて、どちらかというとポジティブな、こういうことも分かるし、こういう使い方もできるし、今はこうやって改良されてきてるんだ、で昔のいわゆる瓦並木と言われるようなああいう世界が、特に古都京都においては復元っていうかどっかでできれば、観光にもなると思いますし、あとお寺を守っていく上でも、とても重要なことだなというふうに思うので、そういった方向にシフトできるようなことを、仕事ではないですけど、ね、個人的にやっていければなというふうには思ってます。やっぱりこれだけ知ってて、で新しいことも考え、今のものも見ていると、その試行錯誤の中からきっと新しい、あ、やっぱあっていいやん、これやんっていうものが、なんかこうその目がね、そうですね、
ってるかなという感じがしますので、はい、だからそのためにあったんやんこの何十年はみたいに、はい、そうですね、そこが一番嬉しいですね最後ね、素晴らしいなというふうに思います、はいはい、今日はもう新河原しかないと思ったんですが、この括弧の中は5本の結論ということになると思います。どうぞ探究を続けてください。今出川大宮西陣にあります京都市考古資料館、ここね、なんとクラシックなこの建物の中に無料で入れるんです。入ったらいきなり兵馬俑のレプリカがあったり、埴輪さんあったり、あとは鈴木さんのおすすめの瓦があったり、2階の資料館もすごいんですよ。無料で来れるということですから、ぜひぜひお立ち寄りください。